お疲れ様です、こけまるです。このチャンネルでは昆虫標本の作り方解説を普段させていただいておりますが、今日はですね、その昆虫標本が出来上がった後に展示をする箱、これを作っていきたいと思います。昆虫標本の展示方法はいろいろありまして、僕がよくやるのはガラス瓶に展示をするタイプだったりとかするんですけども、一般的に広く採用されているのが箱型の標本展示なんです。こんな感じなんですけれども、あ、これ僕が作りました。こうやって自分で作ることによって中のデザインなんかもね、自分で作れちゃうんで、結構やってて楽しいと思います。しかもネット上でちゃんとした標本箱、ドイツ箱って言うんですけども、それをネットで買おうと思うと安くても6000円ぐらいかかるんですよね。結構高いんですけど、これ自分で作るとガラス張りなんですけども、なんと材料費だけで言うと300円ぐらいでできちゃいます。まあその分作る手間とか時間もかかりますし、ちょっと隙間とかがあったりとか、そういうのはご愛嬌にはなってくるかと思うんですけれども、昆虫標本展示を安く楽しくあげたいなっていう方にとっては耳寄り情報になるんじゃないかと思っております。というわけで今日は皆さんと楽しくね、標本箱を作っていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。1点だけ宣伝、ごめんなさい。こういうガラスタイプの標本展示ができるんですけども、こういうガラス管の展示容器についてはこけまるオリジナル標本グッズとして販売をしておりますので、ご興味のある方は概要欄からインスタグラムにまず飛んでいただいて、内容をチェックいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、では作業入っていきたいと思うんですけども、このチャンネル面白そうだと思っていただきましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。変則。はい、ということで本日使っていく作業道具がですね、これらになります。これで全てできますので、今この画面スクリーンショット撮っておいてください。では一つずつ説明をしていきます。はい、まずはこちらですね、ホームセンターなどで売ってる木材ですね。次にこちら、ガラス張りのフォトフレームになります。これも100円ショップで手に入れることができました。はい、次一辺に物差し、ペン、ノコギリ、接着剤です。先ほどの木材のサイズを測ってペンで印を入れて、ノコギリで切って貼り付けるという流れで使っていきましょう。はい、続いてのりパネと言われるものですね。こちらもホームセンターで購入ができるんですけれども、物が大きすぎたのでこのチラシだけ持ってきてます。後ほどご覧ください。はい、あとはカッターですね。先ほどののりパネを切っていくのに使います。はい、最後、標本箱の後ろに自分流でですね、何か PC などで作った背景を印刷して貼り付けたい方用ということで、 PC と印刷機をご用意いただければなと思います。今回は背景に個体情報を貼り付けて作っていければと思っております。はい、以上これらの道具で本日やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまずフォトフレームから開いていきましょうか。ここにね、ピンがついてるのでこれを取っていきます。はい、開きましたら、このガラス今こうやって浮いてる状態なんで、こちら側に貼り付けていきたいんですけれども、その前にこの4点釘みたいなものが刺さっているので、これを抜きましょう。はい、全て取れましたね。これは捨てちゃっても大丈夫です。ではこの内側部分の端っこにですね、接着剤をつけていきたいと思います。はい、アクリル接着剤です。つけていきます。はい、この上に先ほどのガラスを乗せます。はい、この状態でしっかりと固まるまで待ちましょう。では先に次の工程をやっておきます。はい、次はこの木ですね。これを適当なサイズにカットしていくので、まずはサイズを測っていきましょう。今回参考として、このフレームとそしてサイズの同じ木を使う場合の参考サイズ、ここに載せておきます。それではノコギリを使ってカットしていきます。はい、カットしてきました。次にですね、この上に並べます。はい、こんな感じなんですけど、さっきのフォトフレームですね、だいぶね乾いたと思います。これで一度重ねてサイズを確かめます。はい、まあいい感じですよね。はい、こんな感じです。では接着していきます。今回はね、誰でもできる簡易箱っていうことで製作をしていきますので、接着剤だけでねやっていきたいと思います。はい、じゃあね、10分ほど乾燥させたんで、先ほどのフォトフレームを上に接着をします。
この部分に接着剤を塗ってペチャッと貼り付ける感じですね。上からギュッと押さえつけて、じゃあまたしばらく待ちます。はい、しっかりと乾燥させることができましたね。完全にひっついています。こんな感じですね。次にいよいよあの糊パネを使う時が来ました。この中のサイズに合わせてカットした糊パネをはめていくんですけれども、測るサイズはこの内側の縦と横、そして深さですね。ぴっちりと合うようにサイズを測っていくんですけども、糊パネの分厚さ、これに注意してくださいね。そしてもう一点だけ気をつけないといけないこと。最後、この裏から糊パネをはめ込んで蓋にするんですけども、はめ込んだ時に後ろ飛び出しているとちょっとかっこ悪いですよね。奥行きを測る時も糊パネの分厚さ分を引いたサイズで測ってカッティングしていきましょう。参考サイズ載せておきます。ではカットしていきます。すみません、忘れてました。糊パネを切るときはこういったカッティングマットを敷いてから行ってくださいね。床がズタボロになってしまいます。はい、4つカットができました。はめ込んでいきたいと思います。この中にはめ込んでいきます。このシールをめくると内側がのりになってるということですね。のりパネでございます。紙を剥がして、この壁側にひっつくようにね、角度をつけて入れて、奥までいったらピタッと、これを四つ角すべて埋めていきましょう。よし、これですべてはまりましたね。で、さっき言ってたのりパネをぴっちりはめれば箱の完成です。この木の枠のサイズを測ってのりパネをカッティングしていきましょう。はい、カットができました。先ほどと同様にサイズが合っているかまずは確かめましょう。良さそうですね。で、やっと最後になるんですけども、箱に背景をつけたい方ですね。これ、糊パネにしてる意味があります。このように箱をはめ込んで、ここにね、昆虫を展示するわけなんですけれども、パソコンで背景をデザインしたものを一度紙で出して、形を合わせてカットして、ここに貼り付けます。その後で昆虫をここに展示をして、ここに乗っかってる状態ですね。で、後ろからはめ込むと完成っていう流れにしたいと思うんですね。はい、まだね、展示をしたわけじゃないので個体が傾いてますが、イメージこんな感じでね、展示をしようと思ってまして、右上あたりに個体情報を印刷していきたいと思います。バックの背景もちょっと線なんかを入れてかっこよく仕上げられたらなと思います。ではパソコンでデザイン入力していきます。はい、パソコンではこんな感じで Excel の表を使ってます。紙のサイズはここのファイルを押して、印刷の部分から余白設定で調整することができます。試しに1枚だけ出してみたいと思います。こんな感じで出ましたね。重ねてみましょうか。はい、ちょっとね、重ねてみました。こんな感じですね。このようにね、線を入れてデザイン性を持たせてみたりとか、あとこちらには個体情報を載せてます。学名とかサイズ以外にも採集者だったりとか、類題とかいろいろとね、載せたい情報がある場合は、追加で印刷をすればいいかと思います。デザインが決まれば、先ほどののりパネにこの印刷した紙ごと貼り付けて、最後カッティングしてはめ込めば簡易標本箱の完成という形となります。じゃあ貼り付けてカットしてはめ込んでいきます。はい、では貼り付けていきましょう。ペチャッと貼り付けた後で切っていくという流れですね。これがね、結構緊張するんですよ。一発勝負なんでね。はい、剥がします。よし、ペチャッと、あっ、あー、失敗しました。くそー、やり直し。さあ、第2ラウンド。これまた印刷したんですけど、これ端っこ部分だけちょろんと剥がしてひっつけるっていうのはどうですかね。やってみます。こうやって折り目を入れて、で、角を合わせて、よし、いい感じかな。これでここカッティングします。はい、角取りました。試しにつけてみたいと思います。いきます。よし、あ、ぴったりですね。ではこちらを向けて、はい、こんな感じ。これで標本箱の完成です。
とはここに展示をしていくだけですね。はい、出来上がりました。こんな感じです。お疲れ様でございました。いかがでしたか？結構簡単に作れましたよね。ちょっと手間はかかるかもしれないんですけども、自分で作るとだいぶ安上がりでね、しかも自分オリジナルで作ることができるので、一度は自分で作ってみても面白いかもしれないですね。はい、今回出来上がった標本がこちらですね。結局背景についてはあまりいじらずにラベルで答え情報を貼り付けました。今回の方法だとこのバッグの背景を自分流にアレンジできるので、例えば自分が飼っていた昆虫に名前を付けていたりとかした場合、お名前をね後ろに書いてあげるとか、そんなことでもいいかと思いますよ。今回は100円ショップさんとかホームセンターなどでも簡単に揃えられる道具で制作をいたしました。ぜひ真似してやってみてください。はい、ということでこの動画面白かったと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンのクリックもよろしくお願いいたします。長らくご視聴ありがとうございました。さよなら。皆さんありがとうございます。ゴケマルです。昆虫標本制作承っております。詳細は概要欄からどうぞ。